いし、こうなって当たり前かな。私のリーグは25リーグ、あの白選手が相手。正直かなり厳しいかもね。でもまあ、手がないわけじゃないし、なるようになれって感じかな。お疲れ様、白すごいじゃない、世界記録更新だって。うん、ありがとう、せっか様。あ、戦闘モードが溶けてる、気が抜けたのね。お疲れ様、二人とも。あ、監獄島の九鬼さん、お久しぶりです。ここではヤンって呼んで、本名だから。ヤンさんは、どこの、リーグですか。ふふ、私は27リーグよ。うまくいけば1回戦はそっちのメリアって子になりそうね。うわぁ、大変だと思いますけど。頑張ってください。確か監獄島の市長のメンバーって全員ベスト16以上でしたよね。結構昔からベスト16常連だから今年はそれ以上は行きたいわね。いたぁ、おい、ハグー、せっかー。二人ともお疲れー。いやー、圧勝だったねー。ソフィア、あんたここぞとばかりに屋台巡りしてるわね。あんまり食べすぎたら、太っちゃうよ。成長期の私は食べても全部エネルギーになるから大丈夫なんですー。ちなみにこれはせっかと白の勝利を祝ってもう一往復してきたの。かなは串焼きの屋台に並んでるからちょっと時間かかるかもだねー。うん、ソフィアー、ソフィアー。あ、キューキーおっさー、元気そうだねー。うん、あのソフィアがいっぱいいろんなものを食べてるー。かたくなに綿菓子しか食べなかったソフィアだー。まあ、食の魅力を知ってしまってね。このすっぽく明るい。なんだろう、すっぽく嬉しい。ねえ、なんでキューキこんなに泣いてるんだろうね。自分の監獄島時代の行いを振り返ってみなよ。ソフィアじゃねえか。マジかよ、あのソフィアが威嚇ってるぜ。それよりもっと大事なことがあるでしょう。たこ焼きですよ、たこ焼き食べてますよ、あのソフィアが。それだけひどかったのよ、監獄島時代のソフィア。機嫌悪くなったら吹き飛ばしたり暴れたり。かな、マジ不況被害者。ソフィア、頼む、この姿解除してくれ。あ、ずっとそのままなんだね。なら直してあげるよ、おいでおいで。あ、やっとこの変わりないヘッドが終わるんだ。これは今日は失敗ですね。よかった、これで大会も安泰だー。さて、私はご主人の様子を見てきますかね。お、メリア、もう帰るの、せっかくのお祭りなのに。かな、何つけてるの。お面だよ、いいでしょう。そうですねー。あんまり公共の場でつけない方がいいですよ。警備員に捕まりそうですから。それじゃあカナはせっかちゃんたちと一緒に楽しんでください。私はご主人の様子を見てきますから。はーい。フィルトバリリク。大丈夫、主様。ミエル、かばうな。主様自身の力でどうにかさせろ。ねえ、無理だよ。私は慈悲の天使だよ。冷徹にはなれないよ。主様、今のミエルの攻撃速度程度をどうにかできなければ明日の予選負けるぞ。不甲斐ないってバカにしないのかよ。そういう条件を作っているからな。できないのは承知の上で言っている。だができてもらわないと困る。メリアから天の絵放火の予選映像を送られたが、今の主様の素早さより手抜きの状態の天の絵の方が少なく見積もっても50倍は早い。まったく、あの肩書きは嘘だらけだな。ラディウスという男の前年度の試合を見たが天の絵より全然遅い。どこから出てきた称号なんだか。だが主様、それでも今の主様の約4倍は早い。ミエルで約 2.5 倍、まだラディウスの攻撃速度の方が早いんだ。今のままでは目隠しを外しても速度負けしているからな。速度短期決戦に持っていかれたら万全の主様でも負ける可能性が高いぞ。そんなの、たった1日でどうにかなる問題じゃないだろ。そうだな、白やカナを使ってもいいが、あの二人も万全の状態で試合で挑ませるなら以前のような時間を遅らせる空間を作るのは無理だ。それって打ち手なしってことなんじゃ。何、速度は能力でカバーをすればいい。あとはその速度に対して反応するオーラ技術があればとりあえず目の前のラディウスはどうにかなるだろう。そのオーラ技術だって目を隠した程度じゃ時間がかかりすぎる。感覚をつかむにはそれなりのヒントが欲しい。そうだな、なら少々問題があるが、あいつを臨時で主様の講師にしよう。あいつ、ヘブンズハートの候補生だ、いわば確定していない可能性、だな。私たち構成員は確定した可能性の究極体。候補生は称号だけはあるが完全な可能性の究極体ではない、まだ不十分な状態なんだ。つまり、間違えている可能性があるということだ。私みたいに主様の感覚から最善の教えができない可能性がある。それでもやってみるか。一つ聞きたい、その候補生はもし教えが正解の場合、寝るよりも確実なのか。ああ、もし正解の場合、10日間で私が想定しているレベルまで成長する可能性が格段と上がる。ただし間違っていた場合、可能性は0になる、間に合わない。そして私よりも専門だ、私は一切口出しをしない。それでもいいかな、主様。すごい賭けだね、どうするの、主様。呼んでくれ、寝る。賭けるのか。
いや、信じる、俺の従属なんだろ、なら信じるさ、主なら従属を信じてあげないとだろ。いいだろう、ならこの場に呼ぼう。主様、今から唱えろ、ヘブンズハート候補、技術の究極系、テル、を召喚するんだ。わかった、ヘブンズハート、テル召喚。大丈夫かな？大丈夫、根はいいやつだ。来た。いるの？あ、いる、テル、主様の前で挨拶をしろ。はーい。はじめまして、主様。私は候補生のテルです。技術の究極系です。まだ確立してませんが、よろしくお願いします。テル、内容は理解してるか？うん、じゃない？はい。主様にオーラ技術を教えてやってくれ。精神についても同様だ。王家のままに。ちなみに期間は？今日含めて残り10日間だ。私はオーラに関しては口出ししない。戦術、体術の技に関して私が見る。それも私の分野なんだけど、了解です。もし今回うまくいけば構成員になる確率がかなり上がるだろう。構成員、頑張ります。これが主様。はい、すみません、これが主様です。とりあえずオーラ出して、程度がわからないから。はい、わかりました。案外しっかりしてるね、これなら安心かも。気を抜くな、あいつは技術の究極系のくせに一番どんくさい。医療と硬さしか取り柄がないミエルの方がまだマシだ。あなたね、絶対に一言けなさないと心情呪いにでもかかってるのかな。テルの技量は私も詳しくは知らない。だから恐ろしい。まだ一つ二つ程度でも成果を残してるだけミエルは信用できる。ねえ、褒めてるのかけなしてるのかわからない絶妙な言葉選ばないでくれる。素直に怒れないんだけど。ブサイクな顔ね。いったなんだ。これが主様のオーラ室、きっつねない。しかも衝撃与えたらかなり涙できるし、これじゃあ実践とか無理くない。そりゃ、てる、誰が主様の心をへし折れと言った。というかそういうのはもっと含ませて。違うでしょ、思うだけにしなさいでしょ。とりあえず状況は分かったかも。割と無理ゲーだけど頑張ってみるね。せめて叩くなら言ってもらえるとありがたいのですが。何言ってるの、男の子のくせに。ああ、同じところ叩くな。あ、ごめんなさい、デスポジだったから。まあでも任せといて、ネル様からもらったチャンス、私も無理にしたくないからね。私も全力で頑張るよ。ではそのままテルのやりたいようにやってみろ。私が主様の相手になろう。二人でダルジ様を一人前にしましょうね。今ダルジって言った？この子今ダメな主、ガッチでダルジって言った？さあ、専属神様たちがいない間私たちでダルジ様を伝えるぞ。おお、言ったー、だから同じところ叩くなー。あ、ごめんごめん、デスポジだったから。こうして候補生セルを導入し、明日のラビウス戦に向けて対策を深夜まで行った。途中でメディアが合流し、今日の試合の動画をネルに全て見せ、今後の一定の方針を固めながら、俺はミエルの治療を受け、テルからオーラ技術を教えてもらいながら、ネルにボコボコにされていた。そして予選2日目を迎える。ここから俺の長く険しい熱い戦いが始まるんだ。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。